はいレオンンチャネルです今回紹介するのはこちらビスストボック BB28 リーパーパですはい前回カブトゼクターっぽいデビルダートを紹介した際に他にも仮面ライダーっぽいやつはありませんかって言われたんですがありますバッタではなくってカマキリモチーフなんですがカラーリングはかなりイチゴっぽいというかまあカマキリをモチーフにしたら確かにグリーン系のカラーにはなりますが複眼部分が真っ赤だったりとかこれは多分イチゴを意識してますよね しかもこれ全長がめちゃくちゃ長くって超大ボリュームなんですよね。はい、外箱にはリーパーカマキリが映ってて、今回は2モード変形。箱型と動物型ですね。ではレビューしましょう。ちなみに前回変形忘れが1個あってデビルダート。ここね、戦闘機っぽいままにしておりましたが、このままでもいいんだけど、ここひっくり返すとちゃんとカブトムシの顔が 出てきて、よりカブトジェクターっぽくなるというか、目のパーツが露出しますね。これが通常のビーストモードの世界と。デビルダートに関しては結構変形工程が複雑でしたが、割と今回はシンプルめで、はいもう開けるとこの時点ですごくないボリューム。そして仮面ライダー感は半端なくないですかクワガタ、カマキリ、バッターの カマキり部分ね。というかガタ切り場とかそういう大津コンボ系でさ揃えたいよねこのシリーズ。もう開けて出した瞬間に造形がとんでもないことが分かりますが今回は本体とボックスのみで細かい付属品とかはありませんね。そして折りたたまった状態で入ってるんですがちゃんと背筋をこうね伸ばしてあげつつ足パーツも格納されてるものを。 全部展開してあげると、ほら、このボリュームやばくない羽根も折りたたんでありますから、外側にずらすと展開されますので、あとはこの畳まってる釜部分なんかも全部微調整してあげれば、 はい、これでカマキリ状態が完成なんですが、でかいよね。めちゃでかいよね。デビルダートでも割と大きさあったなーって感じるけど、その全長で言えば2倍近い。やばくないこれがまた3000円ぐらいで買えるんだぜ。ってことでカマキリモチーフのリーパービーストモード早速変形いきましたが、 こんな感じになっております。もうカラーリングさ、グリーン系になるのは、カマキリモチーフってことで全然いいと思うんだけど、どう見てもこれ、1号でしょ <laughs> 仮面ライダーでしょ、これ。実際の、はい、1号と比べると、 似てるね。<laughs> 似てるね。この明るめのグリーンと、ビリジアン、濃いめのグリーンの、ツートンカラープラス、複眼が赤色。で、さらに、マフラーだったりとか、ベルトだったり、差し色にレッドが使われておりますが、今回も差し色に、クリアパーツ、赤色が使われてて、かなりイチゴっぽさあって、これは、仮面ライダー感、出てますよね。ってことで、リーパー、改めて、ぐるっと、 見回すとこうで、でもグリーン系ってことで、ミリタリー感すごいんだよな。相変わらずモールドでとんでもない情報量ありますし、口のこの辺は稼働しないんだけど、変形の関係で様々な可動入ってて、触覚は軟質パーツ。この赤色の 差し色がいいんだよなそしてちょこちょこ塗装でプリントで表現されててカラーリングは。シルバーカラーなんかもシリンダー造形入ってますね。で、羽のクリアパーツ部分にも白色のプリントがされてて、本体カラーが地味だけど、そこまで地味にならないようにクリアパーツとか様々なプリントで追加塗装が入ってるって感じですね。で、足回りもさぁ、 ほらこの形よ自立安定性もバッチリだし完全に侵略者メカ感半端ないですよねにしても全長がでかいなデビルダートと比べてこのサイズ差だもんな価格はね 大体どれも毎回同じぐらい3000円か3000円ちょいぐらいなんだけどまあちょっと細かい稼働はまた後でやるとしてとりあえずいつものボックス型いきましょう今回は割と簡単かなこの外装を全部外側にして内向きに四角にするって感じまずは足パーツを収納を後ろ側も収納を 反対側も同じようにどんどん格納していってで羽もたたむ下側に下ろすたたんで下側に下ろすでここのヒンジ部分も一旦まっすぐにしてあげてカマキリの釜部分もたたみつつ沿わせると。 で、ここね、稼働しますから、こういう風に。そうすると引っかかっちゃうので、沿わせつつ、ここ動かす感じね、外側に。で、先端も収納して、同じように折りたたみつつ、先端収納を、で、前にずらして、畳むと。だいぶ、畳まれてきますよね。で、こっから、胸アーマーとかもさ、 胸筋っっぽぽい、人型っぽい人造形ななんだよなで胸アーマーを展開したら下側に顔を下ろしてこっから箱型にしていきます後ろ側に足を倒したらこれを内側に胴体ごと持ってくるとそして腕を下に下ろしつつ こういう形に肘型にしていく感じね。この辺ちょっと外側に逃がして、足畳む。そうすると、爪パーツがこの辺合うようになってきますから、こういうこと。畳んだ足と釜部分を、このように爪で合わせる。今回は爪がすごい多くて、トランスフォーマーガングっぽい。 後ろ側の先端パーツを折り曲げて、あげて、下にずらしつつ、羽を、この畳んだ羽を、ここにも爪がありますね。こういう風に各箇所爪で、カチカチとはめていって、下側背中パーツ、さっきはこういう風になってましたが、外側にずらして、背中パーツの時はこういう風にずれてましたけど、これもまっすぐに。 しててあげて最後は触角をそれっぽいスペースここにね U 字型にスペースがありますからそれっぽいスペースに入れ込んであげて最後はパーツでこのように蓋をしてあげて今一度爪がちゃんとはまって るかどうかを確認すればはいこれでボックス変形完成と超簡単意外となんかステップ数あるように見えますけどデモンダートみたいにくるっとどっか回転したりとかそういうことはありませんから単純にここを軸にこう外側にあったものを全部内側に収納すると。 そういうような形状ですね。とはいえ、綺麗なスクエア、相変わらず美しいっすね。これが、カマキリ型になるっていうのは、わかんないよね。はい、上から見ても、下から見ても、フラットですよ。ここに、ほら、鎌があって、羽があって、足があると。なんで、さっきまで背中はこっちだったってことね。 動画でも、1要キューブを思い出しますねっていうコメントが結構あって、確かにあれも、あっちはマイクラモチーフで簡単な変形で動物になってましたけど、でも結構変形後も、スクエアなね、形が残ってましたが、ビートボックスに関しては、それがあんまり残らないって感じだもんね。そして、ボックスのクリアパーツはいつもと変わりませんから、サクッと格納してあげれば、 どちら方向でも綺麗に収納することができます。ほら本当にさ、母艦からシュンと落ちてきて、バーンとコンテナが開いて、機械生物が人間を襲うみたいな、そういうシチュエーションを想像できる形だよね。じゃあ、こっからまた、 動物状態に戻しましょう。ここが背中なので、もうシンプルに、ここ開いて、パカッと左右に開けてあげると、こういう風に、ほら、あっという間にカマキリっぽい感じになったでしょこれくらいシンプルなんですよ。もう、こうからこうみたいな。外側に沿っているものを内側に折り曲げるとスクエアになるっていう。 そういう変形ですね。で、同じように、カバー外して、頭部出して、釜パーツを展開、各パーツをどんどん、ここもずらすと。外側に広げてあげると、釜切り形状、リーパーに変形していくと。 これはさ、スクエアになる変形工程が想像しやすくって、すごいいい。ちょっと上半身起こして、はい、これで終わりですよ。はい、ビーストモードの完成と。素晴らしいね。これは素晴らしいね。てかあれか、もうちょっと上半身マックスここまで起こした方がいいのかな。おー、完全なる、カマキリシルエット。 はい完全変形が終わったところで改めてぐるりと見回すとこうで動物モードのシルエットほんと綺麗だな横から見るとこの角度とかすっごいいいっすねで可動に関しては首がボールジョイントで動くし結構上の方までこうやって向くことが できますね。で、変形の関係でこの辺もボールジョイント軸可動をなんでこう水平方向に攻撃みたいなこういうこともできるしここもロール入ってるんですよね。上半身ロールありつつバッタのこの足もかなり下側にこのようにずらすこともできますからそうなると異性人感 <laughs> ね もうちょっとカマキリっぽさとは遠ざかるシルエットに変更できますよね。あとは背中は別パーツで稼働するのと、まあ、この辺は差し色ですね。で、羽パーツはヒンジで前後に動かすことができます。尻尾パーツはそんなに動く箇所がないかな。変形の関係でここはちょっと動くのと、こ,このパーツも水平化少し折り曲げられる感じ。まあ、とはいえ、上半身の 自由度がかなり高いので、上側の敵を攻撃するとか、左右、こういうね、振りかぶりポーズだったりとか、からの振り下げ、みたいな、相当取らせやすいですね。箱型と動物状態、カマキリの2モードって感じですが、変形の仕方によっては、 三ード目、もうちょっと人型っぽい。例えば、鎌をこうやって隠して、で、顔も前に持ってきて、羽も収納してあげれば、ちょっと仮面ライダーっぽさが出る <laughs> 仮面ライダーのサポートメカ感あるけど、 二足歩行の人型みたいなシルエットに変形させることもできますね。この辺の自由度が高いのはビートボックス相変わらずって感じ妄想変形みたいなのがもう可動がめちゃくちゃ入ってる分しやすいんですよね、まあ、羽を広げなくても羽収納して飛んでない状態のカマキリを表現することも できます。今回のリーパーもすごいいいですよね。仮面ライダーっぽい最近のビートボックスっていうと、この辺かな。まあ、あとはトラとかライオンとかもあるんだけど、その辺も一通り持ってますから、タイミングがあればまた紹介したいと思います。いや、リーパー、このデカさすごいいい。 以上ビーストボックス BB28 リーパーの紹介でした。